スターナ・デューガライ・デューガライ・ベニアジサシは、チドリメカモメカに分類される鳥類の一種である。中型のアジサシの仲間。イギリス、デンマークやアフリカ、インド洋の島、中国南岸、フィリピンから東南アジア、ニューギニア、オーストラリア、北アメリカ東岸、カリブ海の島などで繁殖する。非繁殖期は、周辺の海域に生息するが、 北方で繁殖した個体は冬に南へ渡りをする。日本では夏鳥として奄美群島や沖縄諸島に捕来し繁殖する。また、福岡県大牟田市の三池島では、1994年に初めて繁殖が確認され、2006年には640羽の捕来が確認されている日本野鳥の会。その他の地域では台風等によって名義をしてきた個体が、 稀に記録される程度である。全長約33センチメートル。翌服67から76センチメートル。夏はでは、頭上が黒く、背や翼の上面は淡い青灰色。揚げ音と尾は白い。顔から、体下面は白色で、やや紅色を帯びている。尾は、アジサシなどと比べると細くて長い。死有動色である。は細く長く、は先端が、 黒色の他は赤色だが、繁殖期には全体が赤色になる。海岸、海洋上に生息する。干潟や埋め立て地の水たまりに入ることもある。無人島や岩礁で集団で繁殖する。繁殖地の環境の変化に敏感で、人の侵入等で環境が悪化したと判断すると、放乱中でもこれを放棄し集団で移動してしまう。習性がある。このため、 観光客が増加した沖縄の無人島では本種の繁殖数が減少しているところもある。蝶類レッドリスト2006年版でのランク変更。ありがとうございます。